はい、今回はですね、筋肉マン超人総選挙2019、31から40位紹介ですね。一応予定としては50位までは紹介させていただこうかなと思います。この辺の順位だと、まあ新ストーリーで活躍されるしてる超人も結構いるんですけど、主にやっぱあれですね、オリジン編でね活躍してあげてちょっと下がっちゃったっていう超人も結構いる感じですね。はい、まあただその再び登場して活躍すればね、一気にねいけそうなメンバーもいると思うんでね、その辺も踏まえて紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ早速ね、31位の方から紹介させてもらうと、まず31位がですね、筋肉マンゼブラ、早速来ましたね。これはゼブラファンの方にとってはちょっと不本意じゃないかなと思いますね。今回運命のね王子たちが活躍してるんですけど、そんな中に、ね、ビッグボディがトップ10に入ったりとか、あとマリポーサもだいぶ上げましたよね。でフェニックスはさほど変わってはいないんだけど、それでも上位キープをしてたんで、それと比べるとこの筋肉マンゼブラのね順位っていうのはね、前回31で今回31のまんまっていうことで、ちょっとこれはまあなんて言ったらいいかな、まあ一回戦ったんだけど、もう一回ちょっとリベンジの場を上げてほしいなっていうのはありますね。現にコミックス、そのゼブラ戦の時のコミックスのアマゾンの評価はかなり低かった覚えがあるんで、まあよっぽどだからゼブラファンにとっては期待してたんだとは思うんですよね。まあ再び戦うとしたらだいぶ先になっちゃうと思いますけど、だから次の選挙、再来年付近にまたちょっとね、戦ってね活躍すればね一気に上がる可能性もあるんで、その点も期待したいですね。でアトランティスはやっぱりオリジン編でね、まあマーリンマンと戦って活躍したっていうこともあってね、前回29位ですけど、まあさほど下がらずですね、だから依然としてなかなか人気をキープしてるんじゃないかなと思いますね。自分もねアトランティスに関してはオリジン編で一気に好きになりましたね。それまで正直印象はあまりなかったんですけどね。で再び出るかと言われるとかなり何とも言えんですね。その奥の手、その超人墓場復活するとかしない限りの奥の手を使わない限りは出てこないと思うんで、もしくは実は生きてたみたいなことにならない限りはね、ちょっとその辺もね少しね、若干期待しながらねストーリー見ていきたいですね。はい、で次なんですけど33位ですね、プリンスカメハメですね。自分もね結構好きな超人の一人です。前回27で33位下げた、まあ、あんまり登場しないんで、どうしてもね新しく活躍する超人が来ちゃうとね、後ろに下がっちゃうんですけど、再び出るとしたらどうかな。読み切り編で全盛期のカメハメとかね読んでみたい気もしますし、本編で出てくるのあれば、例えばまあ復活とか奥の手以外だったら、例えばねそのオメガマン、アリステラかディクシアか分かんない、ディクシアも出るかどうかも分かんないですけど、メタモルフォーゼで今度は仲間になって、戦うっていうパターンもあるかもしれないんで、まああとは筋肉マンの回想シーンとかかなとは思うんだけど、何かしら出てくるとは思うんでね、その辺期待ですね。でサンシャインに関してもやっぱオリジン編で1勝してるっていう、まあシングルで1勝取ってるんですが、今回どうでしょうね、下手つかひょっとしたらタック戦かチーム戦みたいな感じで、誰かしらのメンバーとね組んでね戦うのかも知れないですね。シングルで戦うってのはちょっと今回はちょっとオリジン編で活躍してるんでね、ないのかもしれないんですが、それも何とも言えないんでね、悪魔超人がね結界解いた時のねどういう風にアクションするかも見ていきたいですよね。で次なんですけれども、35位、ジェロニモですね。ちょっと期待したいんですよ、ジェロニモには。最後にまともに試合したのはおそらく大井争奪戦のオメガマンディクシア戦だったと思うんで、だいぶ戦ってないですよね。一回オリジン編でストロングザブドウに向かってはいったんですけど、やられてしまったんで、そういう点でもね、ウルフマンがね、
挽回のね機会を与えてくれたんで、ひょっとしたらジェロニモもね試合を組むかも、シングルかチーム戦タク戦か分かんないですけど、戦うとは思いますね。自分特に序盤ね、正義超人の戦法みたいな感じで戦って検討するんじゃないかと思うんで、その点ちょっと期待したいかなと思いますね。うん、あ、まあ2世の方では一応タク戦戦ってたか、その時以来になるかな。まあでもそれでもね、一世、まあ初代の方ではねしばらく戦ってないんで、その辺ちょっと期待ですね。でガンマンに関しても、まあ強いて言うのはオリジンたちは読み切りとかでね、今まで見られなかったような活躍を見たいなっていうのもありますけど、原作で出てくるかってこれまたちょっと別でなんていうのかな、考えてみようかなとは思うんですけど、ガンマンいいキャラしてましたよね。前回25位で結構高かったですから、ね、結構落としちゃったんですけどね、復活したらまた上位行く可能性もあるんでね、ちょっとその辺ね密かにね期待してるんですよね。オリジンたちのね復活するとしてもだいぶ先になると思いますけど、本当に3年か4年後ぐらい、うん。で次ですね、今一番ストーリーにね深く関わってるマリキータマンですね。これも別の動画でちょっと紹介はしてるんですけど、なんとも言えないですね。マリキータマン、デザイン的にも表情が全く読めないんで、その点いいやつなのか悪いやつなのかもねわかんないんですよね。自分としてはいいやつかなと思ってたんですけどね、そのあたりはちょっと今のストーリーをもう少し進めないと、うん、なんとも言えんなって感じですね。ただこれに、このマリキータマンに関しては、まあ中井先生がすごい気に入ってるんですよね。うん、なんでまあイラスト描く時でもかなり力を入れてるってことをおっしゃってたんで、ひょっとしたら今結構戦ってるんですけど、あとまあそうですね、今回の戦いを含めてもう一回か、2回あるかどうかわかんないけど、あるかもしれないですね。マリキータマンに関してはその辺も少なからずね、今のね6層格編ではかなり重要な人物かなとは思うんでね、そういうストーリー展開も含めてちょっとね楽しみな存在ではありますね。で次に38位のカナディアンマンですが、前回55位っていうことだったんで、やっぱりそのパイレットマンと戦ってね検討したっていう点が評価されたのかなと思いますね。若干というかかなりネタキャラとしてねいたと思うんで、その辺少しは挽回できたのではないでしょうかね。で見せ場としては、パイレットマン戦がやっぱ最大の見せ場になるのかなとは思うんで、次に出てくるとしたら何かしらの奥の手を使って全員がね犠牲者たちが復活した時に、まあなんつうのサタン編のエンディング編にちょっとね、復活してハッピーエンドみたいな感じになるんじゃないですかね。なんとも言えないですけど、死んだままにいるのかね今回の犠牲者ってね。その辺がなんともねわかんないですよね。超人墓場がどうなっちゃうのかっていうのもわかんないんで、その点ちょっとね気になるところではあるんですが、まあ正義超人のね五本槍についてはまあしばらくね、うん、もう登場はないのかなと。ウルフマン以外は、うん、ウルフマンはまだあるかなと思ってるんですけど、うん、その辺ちょっとね、うん、また出てきたら期待したいです、はい。で最後ですね、39位ペインマンですね。一応まあこの2人戦ってる間柄なんですけど、ペインマンはねオリジン編の中でもかなりなんていうのかな、面白いっていうか味のあるキャラクターかなと思うんでね、一回戦っただけでねいなくなってしまうのはちょっともったいないかなと思ったんですよね。ゴールドマン悪魔将軍のね回想シーンに少し出てきてるんですけど、うん、まあ、あそこ見てもねすごいいいキャラしてるなってのは思ったんでね、ちょっとねペインマンはね、うん、これもガンマン同様にね、やっぱオリジン自体は何かしら奥の手で復活させないと本編には登場、回想以外では登場してこないと思うんでね、その辺ねちょっとね長い目でね待ってみたいなと思うんですけど、これもガンマンで読み切り編でねちょっとね戦ってる姿がね見たいかなとは思いますね。でジャンクマンに関してももうシングル戦はないのかなとは思いますね。少なくともサタン編ではそういうのはないかなと。あるとしたらまあなんていうの、サタンが要は完璧正義悪魔を何かしらの方法でシャッフルしてどっか別の場所に飛ばして、で不本意ながらなんか正義超人とかパーフェクト超人とかとチーム戦なりねタッグ戦を組んで戦っていくっていう展開がありえればもう一回戦うのかも
しれないです。その辺についてはどういう風にねストーリーを進めていくのか全くわからないんで、どういう感じで活躍するのかっていうのもちょっと期待したい感じですね。はい、まあ、ジャンクマン好きですよ。やっぱ一つの技にね磨きをかけるっていうタイプ好きで、嫌いじゃないんでね。そんな感じでね、まだねこの辺に至ってもね今後ストーリーに関わってきそうな超人もいるんでね、最初に言ったように50位までは紹介していこうかなと思うんでね、もうしばらくお付き合い願えたらと思います。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。